今日もあれを持って拡張してやったぜ。あれ迷い込んできた。誰だ誰だ。何これ泣きから始まるの。ララビット星だ。ララビット星だ。頑張ってこれ頑張って。ここ偉いとこですか。なんか私あの MC の、うん、ララビット星座の MC のジグザグ35周年誰もお祝いしてくれない。あらほったでー。35歳なんですか。おおそうだよ。あ結構脂乗ってます。おーじゃあ先輩ですね。よろしくお願いします。おあなたはそういうあなた誰ですか。はい、吉村遥と申します。イエーイ。なんか聞いたことあるぞ。ですボイスアクター。アクター。その城ヶ崎美香さんの役やってる。そう美香城ヶ崎のね。うわー吉村遥さん本物じゃないの。テンション上がんねこれ。でもすごいじゃないですかこれ。見て見てこの番組を売りなんだけどちょっと紹介するよ。もうマルチバンドって言ってね。これあれプーカさん来てる。撮れてる。プーカさん撮れてます。マルチバンドだよ。おとぼけプーガさん。ただのバンドじゃなくてマルチバンドだから。マルチバンドってそこの穴開いてるでしょ。四角い。そこにねバッチつけれたりとか。そっか。装備できるのよこれ。こういう風につけたりとか。すごいすごいすごい。あと名刺も入りそうだねこのサイズ。名刺っていうのね。名刺っていうのビジネスライクだね。はるかちゃん急に。ほらだってアイドルマスターの世界観はねプロデューサーさんだから名刺を作ってる人も多いんですよ。ああそういうこと。そうなのよ。うわーしまった MC 交代かこれいきなり。よしおい参ったなおい。任せろ。じゃあじゃあはるかちゃん、このララビットステーションの、このルールその1教えよう。はそのマルチバンドを普通にプチッとつけてみて。普通にプチッとつけて。いやいやそんなのないよ。そんなのちょっとできるに決まってるじゃないですか。あれあ、いけたいけたあらほっ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 たというわけでね、シンデレラガールズフィフスライブツアーセレンディピティピパパイセレンディピティパレード。お、うまいね。セレンディピティパレード。セレンディピティパレード。これきっとね、あの公園で何回も言いそうだから練習してる家で。そのセレンディピティパレードのライブグッズ、3月23日木曜日まで事前販売してます。イエーイ、事前販売嬉しい。見てすごいよ。白と黒があるんだけど、じゃあこの、これ白ね。白白。爽やかだね。パレードって感じですな。はるかちゃんたちのようにあれだね、あの爽やかだね、爽やかな白だね。嘘じゃないよ。嘘じゃない。そこ黙られて嘘ついちゃったみたいな。なんだぞと思って。で裏はこうどこに行くかツアーのね場所を書いてるのよ。こう願うね。でしょ。チームの成功を願うね。そうなのそうなの。で私のやってる城ヶ崎美香ちゃんっていうのは埼玉県出身だからね。こうこれはそう。この振りが怖いね。で絶対立たないとダメなやつじゃない。出たいな。出たいな。アナホッタ君もレポート行きたいな。あ、アナホッタ君。あ、ほんとだ。でもあれだよね、当日とかいないのかね。いや、アナホッタ君これあれだよ。側あるでしょ。この側って何。このスーツ、アナホッタスーツ。これスーツなの。アナホッタスーツだよ。このほんとだ、着てる着てる着てる。うん、そう、アナホッタスーツ、あの埼玉熊谷で縫われてます。おー温泉公園。おばさん帰ってきたよ。これ欲しくないですか。欲しい。え、今なんて言った。欲しいです。欲しい欲しい。アナホッタチャレンジ。来た。新札一発畳めるから編。おー、はるかちゃん、みんなの視線が集まってるよ。行きます。かっこいい、かっこいい。あ、後ろからね、微調整ダメなんだよね。そう、いけるか。おダーン。おダーン。わ、うまっ。そう、これダメなんだ。これ漏らしちゃいけないのね。これダメなんだね。さあ、どうや。ブラック T シャツをプレゼント。というわけで、このプロデューサーの皆さんに、はるかちゃん、ぜひ、はい、メッセージをお願いします。あ、はい。前回ボースライブの時はですね、すごいね応募があったんですけども、
そう、残念ながら会場に来られなかったプロデューサーさんが多かったということをお聞きしまして、今回はですね、そのプロデューサーさんたちに私たちから会いに行こうというわけでパレードをすることになりましたので、ぜひぜひ皆さんのところに遊びに行きますので待っててね。あ、もう見てこれ、ちゃんとね持って帰って、これプレゼント勝利の権利だから。いいですか、やったー、いいでしょ、いいな、いいな、もうこれ練習着とかいっぱい使うね。来て来て、もうそれでね、いいステージ作っちゃって。うん、作るっていうわけで、吉村アルカさんでした、ありがとうございました。バイバーイ、エレベーターあっちだからね。おい、はい、